日テレ。雲仙普賢岳大火砕流ニュースにコミュの発動。投稿を削除。同じ内容を再投稿も再度コミュの発動。投稿を削除。文面を変えて再投稿も再度コミュの発動。がネットで話題。内容はこちら。日テレがコミュニティノートと争うも撃沈したようです。では、内容を見てみましょう。キングビスケット。あれ？なんでいきなりこうなるん？日テレ、気象、防災、そらジロー。雲仙普賢岳の大火砕流から33年。1991年6月3日に長崎、雲仙普賢岳で大火砕流が発生。報道関係者や警察、消防、海外の火山学者など多くの人が犠牲となりました。長野、三倉山の噴火からも間もなく10年です。火山噴火は未だに完全に予知することはできません。閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。当時、避難勧告が出ていた地域にマスメディア関係者が立ち入って取材を続けており、一部の報道関係者が無人の民家の電源を無断使用する事件も発生したため、一度避難した消防団員等も見回りのため現地に戻っていました。避難勧告を無視したマスメディアによる人災とも言える事故である点を重大な背景として補足します。役に立ちましたか？この投稿にノートはありません。大豆、紫蔵。秘宝、日テレ様が自分に不利なコミュニティノートを消す方法を使用。ノートがついたツイートを削除して同内容で再ツイート。よほど嫌だったんだろうな。自分の罪を直視するのが。とりあえず URL とかで追うとノートついたツイートは削除済み。同内容の再ツイートも削除済み。無難な内容でサイレント再投稿しているものの、気づいた人たちでレスランが埋まりつつある模様。当時のマスコミは今よりもさらにマナー悪いですからね。今も悪いですが。おかげで避難が完了せず、戻らざるを得なかった消防士の方が犠牲になったのに、マスコミは反省しないし、批判が来るとツイート消してなかったことにしようとする。無人。ツイ消ししたのです。最終的に日テレがどんなに追消しと再投稿を繰り返してもコミュニティノートを貼られてしまっている模様。日テレ、気象、防災、そらジロー。雲仙普賢岳大火砕流から33年。参列者が犠牲者に黙祷。閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。当時、避難勧告が出ていた地域にマスメディア関係者が立ち入って取材を続けており、一部の報道関係者が無人の民家の電源を無断使用する事件も発生したため、一度避難した消防団員等も見回りのため現地に戻りました。避難勧告を無視したマスメディアによる人災とも言える事故である点を重大な背景として補足します。役に立ちましたか？そんな悪あがきをする日テレに対し、次のような声が上がる。ガオガオ速報。日テレの雲仙普賢岳の噴火事故、出し直したポストも削除したの。代わりに別のポストに同じコミュニティノートがついていた。インプレッションが普段の10倍で一斉に突っ込まれている。強行取材のせいで被害拡大した、その指摘をポストごと削除して隠蔽か。マジで反省の色が見られんな、日テレ。もへもへ。日テレすげー。雲仙普賢岳の33年目の話をツイートしたら、コミュニティノートに、マスコミのせいで大勢死にましたよね、って書かれて、そのツイート消して、また同じツイートを上げて、コミュニティノートを消す、って手段使いやがった。すごいすごすぎる。報告書出すのかな？ちなみに、あるところでのマスコミ様の自己弁護。これ何の言い訳になるんや。全く免責できる理由になり得ないんやが。消防団が力ずく追い出さず、愛想よくしてくれたってだけの話や。愛想なんぞ振りまかず、ぶん殴ってすまきにして追い出しておけばよかった。にょうた。雲仙普賢岳火砕流で、マスコミが避難勧告に従わず、消防隊の方が亡くなり、無人になった民家に無断で入り込み、電話をかけたり機材に盗電したり、
火砕流の中走らせたタクシー運転手も亡くなり、日テレが落とした人災の日でもあります。ノートがついた元ポスト削除して同じ内容を出した挙句、結局修正しててください。金星王秘宝日本テレビさん、雲仙普賢岳で多くの犠牲者が出ました、とまるで人事のような記事を書いたら、コミュニティノートから多数の犠牲者が出たのはお前らマスコミが避難勧告無視して現地入りしたせいだろ、と晒されるわら。天津さえそのポストを消して同じ内容のポストを再度上げて証拠隠滅を図るわら。こりゃセクシー田中さんで原作者が自殺してもろくな調査報告書が上がらないわけだわら。戦車に隠蔽体質が蔓延しているわら。立花コミュニティノートが気に入らなくてサイレント削除して、再投稿したツイートにもコミュニティノートつけられてサイレント削除して、内容を変えて再投稿したツイートにもコミュニティノートつけられてんの。なかなかインターネット生きるの下手でほっこりした。日テレさん、無駄なあがきはやめましょうね。惨めですから。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。一旦証拠隠滅して、なかったことにする日テレ体質。ただでさえセクシー田中さんの件で日テレに対する目が厳しくなってるのに。決して再投稿すれば問題ないって考えた連れの皮の厚さに驚愕だよ。この姿勢を見れば、普段からの企業姿勢が伺い知れる。お手本のようなマスメディア。報道の自由ってやっぱり隠蔽行為なんだな。この国に及んで消したら増えるを理解してないとか。ロンダリングしてて草。マスコミの隠蔽体質を垣間見た感じですね。次はこちら。田中さんの調査報告といい、日テレは自分に都合のいいことしか認めないんだな。うわぁ。日テレ最低やん。県民はちゃんと知ってるよ。報道陣のせいで犠牲者が出たこと。セクシー田中さん問題もだけど、反省と改善と償いをするべきなのに、ごまかしと責任逃れしかしていない。先日の報告書といい、まずは一週間くらい停波してもいいんじゃないか。田中さんの件発表で燃えやすい下地ができてる中でこれ。やることなすこと痛すぎ。さすが日テレ。こんな日テレが、また24時間テレビで愛は地球を救おうとしてますからね。呆れますよ。次はこちら。うわ、さすがにこれは引く。自分たちに不利な事実が記載されたコミュニティノート消すためにツイート自体を消して、全く同じ内容を再投稿するとか、事実を中立公平に扱うべきマスコミが取る手段ではないでしょ。消すまではまだわかるが、再ポストでコミュニティノート消すなんてのはちょっと違いますよ。聞いてるムーブしたら、再度コミュニティノートつけられるだけやろ。コミュニティノートロンダリング。コミュニティノートがついたポストは削除不可にすればいいのにわら。コミュニティノートもこんなの相手だと大変ですよ。最後はこちら。報道しない自由もあるから、フレーゴへ。こんなことしといて、報道の自由がない国、とか言ってんの本当にあれ。33年経っても、マスゴミの体質は変わらない。歴史改変メディア。めちゃくちゃ隠蔽してて草。これでよく他人を批判できるよな。やっぱマスゴミ業界って、あれのやつしか残らない。ほんまゴミかすやなマスゴミさんはよ。本当ゴミ人間の集まりだな。だからマスゴミと言われるんですよ。結論。今回の日テレの雲仙普賢岳大火砕流ニュースに関するコミュニティノートロンダリング騒動を鑑みると、日テレの隠蔽体質の姿勢が如実に現れていますよね。こんな隠蔽体質の日テレが提出したセクシー田中さん調査報告書、本当に中身に嘘がないのか心配になってしまいます。しかし立て続けに起きている日テレによる一連の不祥事、日テレは本当に反省しているのでしょうか。何せこんな不祥事続きの状況下でも、日テレは今年も24時間テレビを開催するようですからね。本当に反省しているのかどうか疑問に感じざるを得ませんよ。
ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。